前走はね、まあ、ちょっと中間、ちょっと調整失敗したかなっていう感もあるんで、まあ、前走の範囲に関しては自分の中ではまあ度外視していいかなと思ってるんで、まあ、今回はあんなことはないと思いますね。1回放牧出したんで、少し早めっていうか長めの乳牛で調整してきたんですけど、まあ、まずまず順調に仕上がったなと思いますね。この春先もね、大井で勝ってるし、ちょっと JBC に向けて賞金的に熾烈な争いになってるんで、本番に向けてね、ここもなんとか頑張ってほしいなと思ってるんですけど、短距離でね、牝馬でね、男馬蹴散らして、去年も G1 馬になりましたし、今年の大井でもね、またごまかして勝ってますんで、まあ、実績のある大井で結果を残したいと思いますんで、応援よろしくお願いします。力通り発揮できたかなと思います。はい。あの後一度放牧出しまして、まあ、約1ヶ月ぐらい前に美保の方に戻しまして、それから調教積んでいい具合になってると思います。先週結構動き良かったので、今週はまあ姉妹重点でしたけど、いい時計出てましたね。はい。まあ、初めてのね、競馬場ですので、どういう競馬できるかわからないですけれども、まあ、相手も強いですしね、なんとかこの馬の力発揮できたらいいかなと思います。スタッフさんとか先生のおかげで馬がすごく良くなってたのを乗ってても感じられたんで、結果として出しても嬉しかったですし、本当に馬に感謝ですね。でもなんか乗ってて本当に馬の動きがすごく良くて、乗ってても自信持てるぐらい調教の段階でも良かったですし、追い切り行っても良かったんで、これなら力出せるなっていう感じでした。今回、ちょっとレース使った後はやっぱり疲れが少し見られたんですけど、それもやっぱり厩舎のスタッフさん、先生方、一生懸命やってくれて、その良くなっていくのをこう感じられたんで、追い切りも普通にやったんですけど、ここ最近落ち着きが出たせいか、点からこうゆっくりな入れるようになったんで、しまいは一応メリハリじゃないですけど、ちゃんと追うようにしました。で、今朝も乗り出してすごく良くなってたんで、これまた自信持って乗れそうですね。レースに乗っててもこう前じゃちょっとやめちゃうようなところでも我慢するようになりましたし、やっぱこう引っかかっていっちゃうっていうのが課題で最初やってたんですけど、そこも今もうだいぶないんで、そこが一番大きいと思いますね。今回枠順もすごくいいところですし、馬場もね、こういう雨馬場って不得意じゃないんで、自信持って乗りたいですね。いつも応援してもらってありがとうございます。僕も厩舎のスタッフさん、みんなも、馬主さんも調教師さんも一生懸命やってるんで、これをね、結果として中央交流で出したいと思ってるんで、応援よろしくお願いします。